クマ、戻って。よう来た。オッケー。水たまりは音がするです。ネズミの歯。誰か来ておる。水はつく。来ておる。素早く、鋭く。反乱者が呪ってやる。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。今よ。足が欲しいわ。早くて強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ふん、なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃない。無限のもとへ急ごう。どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。撃たなくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないと道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。素早く、鋭く。床が小刀さん、起きてて。あと少し。さあ、出番じゃ。水たまりを通っちゃダメ。ちょっと待ってね。気を引くんじゃ。おい、なんでそんなにうるさいんだ。水たネズミの歯。水たまり。クマは戻ってこい。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。うん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。肋骨に染みるの。貴様一人、それとも幕府の矢が近くにいると隠れ。手元を狂わすなよ。位置についたわい。やったぞ。手元を狂わすなよ。おお、やったぞい。しっかり動いてるわ。いやー、嫌なサプライズ。貴様は本当におっこどたまに立ち向かえるのか。メロディ、行くわよ。水たまりを騒いちゃわね。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って私が仕留める。時にユキちゃん、なぜここまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さん、とってもいい人だから。それともこそこそのメロディ、近くにでも隠れて。鳥の声。しー、貴様の手。ふっ、下、気を
つけて。将軍の私ならできる。見えないでしょ。私は捕まんないわよ。素早く。貴様は本当にお子供様に立ち向かえるとでも思っているのか。生き腕にするまでにはすぐに話したくなる。はい。ちょっと素早く。床がと足を使うかの。それともマックの犬が近くにでも隠れている。いい武器じゃ。動くのがよかろう。ネズミの相談じゃ。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませんぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。水たまりを通っちゃダメ。素早く小刀さん、起きていて。あとで乾かせばよい。失敗は許。直ちに。多分お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。ネズミの歯、素晴らしい、鋭く、重い。お侍さんじゃないか。急ぎ向かいます。刀を使わねば。取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておる。急げばまだ希望はあります。素早く。あと少しだから。心配なさんな。名誉のために。水たまりに気をつけろ。早く。すでに濡れてしまった。水たまりは音がするでしょ。急ぐぞ。太鼓殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ。大将を追ってる。やつは悪い。私、登る前の伝言があったのに。もう見つけて。どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なればその責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。小刀さん。床が泥だらけ。見えないでしょ。はい、私、はっ。
今よ。素早く、鋭く。水たまりは音がするでしょ。オッケー。私ならできる。ちょっと待ってね。水たまりを通っちゃダメ。今よ。妹を狂わすなよ。足を使うかの。いいえ、近道を探しましょう。床が泥だらけ。うん、早く。ネズミの歯。最後の一発。雨ごときで我々を阻むことはできる。上様のために。これで鎧も貫けるぞ。耳を塞いでね。ただのかすり傷だ。向かっているぞ。うん、位置についたわい。少しだから、私なら、リロードするの。解放いたそう。反逆者を撃ち、話をしてみましょうぞ。後で乾かせばよい。すでに濡れてしまった。良い戦略だ。俺は乗せに来る。酒に飲まれよ。我慢できんだろ。一撃大将。ダメだ。多山一殺。上様のための刃。夢のある敵だ。直ちに。我らは必要とされている。上様のために、名誉のために。酒に飲まれよ。我慢できんだろ。鋭く。刀を使われば、終わった。朝になるときついじゃろうな。水たまりを通っちゃダメ。すぐに行くわ。水たまりは音がするでしょ。はい。逃げ、手元を狂わすなよ。雨は気にせんぞ。オッケー。弾がないんじゃ。小刀さん、ねえ、肋骨にしみるの。ありがとうございます。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。解放させよう。では言う通りに動いてくれぬだろうか。ついていきます。ありがとうございます。立ちかぜ。にしみるの。ありがとうございます。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。解放させよう。俺たち、では言う通りに動いてくれぬだろうか。ついていきます。ありがとうございます。将軍様がきっと
助けを送ってくれると信じていました。これほどのご親切に、なんとお礼を言ったらいいのか。あなた、あのお方たちが追い払ってくれたのよ。戻りました。かすり傷取って、まだ待った、まだ上様攻撃され染みるの。ありがとうございます。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。解放させよう。俺たちでは言う通りに動いてくれぬだろうか。ついていきます。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。戻りました。とんでもないぞ。上様のためのやつ、刀を使われば一死が訪れた。動くのがよかろう。皆